ポストゲー時代、ケネディ大使は、父の暗殺原因だった FRB 廃止と偽イスラエルの武装解除に汗を流し、米国の新大統領になるべきである。投稿者ポストゲー時代日時2013年10月22日19時間41分11秒、ケネディ大使は、父の暗殺原因だった FRB 廃止と偽イスラエルの武装解除に汗を流し、米国の新大統領になるべきである。彼女は、間違いなく人類の中で人気ナンバーワンである。その理由は、もちろん父親やおじのやろうとしていたことを、代わりに果たしてくれると思っているからである。その一番に来るのが FRB の廃止で、デフォルト詐欺の主犯であり、タイムリーである。よく一打逆転さよならの場面に、順番よく当たる打者がいるな。昨年のイチローも一人だけ不審な中で、最後の大勝負で結果を出したな。私だったらネキストバッターズサークルで小便を漏らし、安倍みたいにポンポンが痛いので早退させてくださいと言って逃げるな。そこで逃げずに結果を出すのが男というものだな。ケネディも日本大使になって人寄せパンダで終わる器ではなく、この大チャンスを生かして、偽ユダヤを裏切るタイミングを図り、親父の仇を取らなければダメである。そして、返す刀で偽イスラエルの武装解除を実現し、英国バカチンスイスバビロンが身動きできぬようにして、貨幣詐欺に終止符を打つことである。今なら、世界中が FRB 詐欺のからくりを理解しており、米国が政府紙幣をするなら、もう一度基軸通貨国としてのチャンスが与えられるのであり、米国民としてのやりがいがあるはずである。英国の王室より人気があり、バカチンの法王より人気がある個人は彼女が最初で最後であり、人類の最終兵器彼女という感じである。政治力で米国と互角のロシアと、経済力で抜き去った中国は、この上玉をフル活用し、ローマ帝国末期のようになってきた偽ユダヤネットワークをズタズタにして、新時代のツートップとなるべきである。そして、まな板の恋状態が長く続き、床ずれができて、起き上がるのも不自由になってきた日本を、白馬の騎士のように救うべきである。ポスト米英時代、改宗ユダヤはハザールを名乗り、シオニズムを取り下げ、偽イスラエルを血統ユダヤに返すべきである。偽ユダヤなのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年10月22日23時間21分30秒、改宗ユダヤはハザールを名乗り、シオニズムを取り下げ、偽イスラエルを血統ユダヤに返すべきである。偽ユダヤなのである。血統ユダヤのことをスファラディと言い、改宗ユダヤをアシュケナージと言い、前者が迫害され、後者が本家を名乗っているようだが、ただの外様である。血統ユダヤは有色人種で、モーゼもキリストも黒髪の黒目の中東人や、シルクロード沿いのアジア人や、日本人と同じ風貌で、日本人も雑種だが、スファラディの流れも色濃く組んでおり、改宗ユダヤより格上なのである。それを白色偽ユダヤは、信仰心もないくせに、モーゼやキリストを白人に仕立て上げ、さも自分たちが血統ユダヤのように振る舞っているわけで、我々が記憶しているユダヤ迫害も、改宗ユダヤが血統ユダヤを弾圧してきただけで、そのくせ被害者を名乗るときは、加害者である自分たちが私が悲劇のユダヤ人ですと名乗るわけで、偽キムチに慰安婦詐欺を叫ばせたり、中国の上海罰に南京詐欺を叫ばせているのもそこから来ているのである。したがってアウシュビッツも、偽ユダヤの犠牲はゼロで、911の時も4000人の偽ユダヤが、一人も犠牲者がいないのは、どちらも連中が犯人だからである。これは、何が何して何なんだなぁという、ややっこしい話で、ネット以前だったら解明できなかったな。物事を立体的に分析するネットだから、簡単にそのからくりがバレてしまったわけである。そして、一度なりすましの方程式がバレると簡単であり、連中もさらにややっこしくして逃げ切るということができず、それで宗教禁止とか、人類皆殺しとか、砂の器も松本清張のたらこ唇びっくりなことを考えてごまかそうとするわけである。バカである。ポスト米英時代、ブリックスが外国為替相互取引制を採用。これを180カ国が採用すれば基軸通貨は不要である。偽ユダヤはアウトである。投稿者ポスト米英時代日時2013年10月22日23時間48分16秒。ブリックスが外国為替相互取引制を採用。これを180カ国が採用すれば基軸通貨は不要である。偽ユダヤはアウトである。偽ユダヤの詐欺商法は、すべての決済をドルで行わせて、貿易と為替と株価を操作することにあったが、それをやられるとドルがただの地域通貨になってしまい、金融全体を操作できなくなってしまい、恐慌やバブルも起こせなくなってしまい、買い占め売り惜しみもできなくなってしまい、すべてのものがただみたいな値段であることがバレてしまうわけである。そうなると、ただみたいなものを独占している意味がなくなり、貨幣経済も陳腐化して、誰もが電子マネーを上限なく使うことができるが、明日も明後日も使い放題とわかると、誰もが必要なだけしか使わないから、生産も消費も常識的なものになり、計画生産的に行えば十分に消費を賄うことができ、週休4日程度でも、十分経済が回るわけである。それを阻んでいるのが偽ユダヤのドル詐欺であり、富のほとんどを連中が吸い上げてしまうから、いくら働いても豊かになれず、氷河期世代は家も車も買えないし、婚礼費用もたまらないから結婚もできないわけである。そこで、ブリックスが直接取引を始めて、偽ユダヤによる中抜きなし貿易を始めたから、力をつけることができてシリア戦争詐欺を止めたり、デフォルト詐欺を阻止したりと、存在感を発揮できたわけである。ハンガリーがそれに加わるようだが、米英仏イスイス以外の国が、すべてそれを採用すれば、エネルギーも食料も、加工品も、世界中が安く調達することができ、無料化社会が実現していくわけである。連中は、それを阻止しようと、NWO というただの封建主義をご利用しようとしているが、時代遅れも甚だしく、論理的に無理があるから失敗に終わるというわけである。みんな平等なのである。